はい、やってきました、ヒロニーだよ。このチャンネルは新築の分譲タワーマンションの紹介だったりですね、賃貸のタワーマンションの内覧内見に行って家賃を当てたりとかしているチャンネルです。チャンネルです。はい、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も岩本さん、レギュラーの岩本さんです。よろしくお願いします。今日来ました、ここですね、見えますか、じゃ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 、自分豊かです。綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。はい、グランドメゾン上町台レジデンスタワーです。です。はい、まあ以前もうあのグランドメゾンの上町台ザタワーかな、ザタワー、はい、行ったと思うんですけど、ここは、上町台レジデンスタワーです。はい、まあ、あの以前のところのも結構近いんですが、こっちの方が新しいですね。うん、はい、綺麗ですね。綺麗ですね。2020年10月、なんでもまだ1年経ってません。ません。はい、はい、もう新築です。今日何階でしょうか。4階です。4階ですか。わかりました。前も何か5階だったような気がするんだけど、まあまあいいです。うん、前回からそうだったんですけど、あのちょっと最後にまで動画を見ていただきたいんで、ちょっと岩本さんに、最後にプロの目線でマンションのこと、このマンションを見てどう思ったかっていうのとか、まあいろいろちょっと聞いていきたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみたいと思います。レッツゴー。さあ行くぞ。はい、いいですね。泳ぎたくなりますね。泳げないね、これはさすがに泳げないです、ね、トントランスは飲みましょう、はい、これはいいですね。そうですね、素晴らしい。はい、お邪魔します。はい、まずですね、これ見てください、折上天井みたいになってます ね折上天井かな、はい、で入った入り口玄関入ったところに、はい、最近、まあ、グランドメゾンだかな、まだ中の色ついてます。しっかりとした、収納があります。で玄関のこのドアの感じが結構いいですね。やっぱここもそうだな、以前見に行った上町台ザタワーのちょっとこの玄関の上がるところの段差が高さあります、ね、うん、高さある。はい、お邪魔します。これリビングか。はい、はい、うん、四角いな四角いです。はい、はい、これはちょっと待ってくださいね。この感じはこんな感じ、これリビング、玄関入ってすぐリビングなんですが、10畳ぐらいですか。合わせて 12.1、 リビングだとほぼ9畳。9畳か、リビングが9畳か、これはちょっとグーの音が出ちゃったな俺リビング9畳です。はい、53平米なんですね。53平米の 2L なのか、うん、はい、まあそれはしょうがないけど、なるほど、うん、でもキッチンとかはめっちゃ広いっすね。あの普通 の、 あの70平米とか80平米とかと変わらないぐらい、うん、キッチンは広いですね、はい、この組み合わせだとギリギリソファーとテーブル、あとモニターは
ダイニングテーブルはちょっと置けないんじゃない、これソファかな、うん、ソファーと、ソファーは厳しいな、うん、だから逆にダイニングテーブルとテレビだけとか、うんうん、これまああのでもね、キッチンはあの全部食洗もついてますし、三つ口のガラストップコンロで、あの綺麗ですね、であの換気扇も綺麗ですし、浄水器ももちろんついて、ディスポーザーもついてます、はいですね。でキッチンの横にというよりはここにも収納があります、はい、でここは多分主寝室、どっちだろう、こっちは主寝室ですね、じゃあ何かこっちかな、こどっちが広いんですか、広いのは今いらっしゃるので 5.5 あ、5.5 と4畳か、すごい細かい、ただこれ 5.5 畳であれなんですけど、収納だけはもう結構、うん、あのしっかりあります、はい、収納が、収納力だけはまあきっちりあるという形ですね、はい、でもう一ついきます、でこっちがはあ、はあははあ、洋室2で、へえ、4畳、うわ変わってるなこれ、洋室ね、窓ついてないですし、収納あるんですけど、ここちょっとなんかボコっとしてるし、テレワークですね、テレワークスペースですね、ここあのこのなんていうの、ドアじゃなくて引き戸にしてもこうやってバーって開けれるぐらいにした方が良かったかもしれないよね、かまあこっちをそうするか、こっちはなんならもう全部ここまで引き戸でさ、広げたらリビングとくっつけて、こっちはまあ部屋にしてですね、の方が良かったかもしれないですね、まあ全部リビングにくっついてるあの洋室2部屋って感じですね、はい、なんでそうですね、まあ建具とかはもうやっぱり高級感、やっぱグランドメゾン前のところに似てるんで、でこのベランダもちょっともうビルビューなんで、もうちょっとあチラッと見るだけで、あのでもベランダめっちゃ広いわで、トイレがこっちですね、はい、まあこういうところの作りはめっちゃいいんですけどね、あのはい、めっちゃいいんですよ、トイレも立派やすごい、まあ、広くはないですけど、あの手洗いカウンターがあって、下にもこれ収納っていうかトイレも、なんかこれ珍しいですね、ちょっと下についてません、うん、もっと普通上の方ですよね、取りやすいですよね、うん、めっちゃ上、なんかねちょうどこれ女の人でも取りやすいぐらいの位置になぜかついてますね、なんならこの上になんかねちょっと植栽とか置いたら、あの 偽物のやつね、うん、飾り物とかしたらおしゃれですよね、うん、トイレめっちゃいいわこれ、広いし、そういい、いいですね。すごくいいです。で、ここですね。洗面所。はい。またついてますよ。これもう、あれなんですかね。もう、ここ最近のグランドメゾンはもうお決まりパターンかもしれないですね。この枠。いいな。これ多分もう、これからずっと標準になるかもしれないですね。で、お風呂ですね。はい。まあまあ。そうですね。うん。お風呂は、お風呂です。まあ、鏡ついてますし、あの置くところもついてますし、はい。まあまあまあ、十分ですね。いいやつについて、まひってるかもしれないけど、十分素晴らしいですからね。いや、そうですよ。新しいですからね。はい。いいですよ。あの、ミスト、カークとかついて、あ、ここにもあるんだね。収納、あのね、うん、そうですね。部屋の広さの割には、こういうちっちゃいものを入れる、収納スペースはたくさんあると思います。はい。で、玄関も広いな。こういう廊下のね、収納でしょ、で、ここにもだってあるもんね。結局。ね、工夫はすごく感じますね。うん。だから部屋のあれはちょっとあれだけど、ね、うん。あの、収納はめっちゃいっぱいあるんで、いいかなと思います。どうしても個室同士を使いたかったのかな。
あ、そうかな。まあとりあえず 1L にするよりかは 2L の方がまあ需要があるかなみたいな感じですかね。まあ、こんな感じです。だからこういう風に見た感じでリビングがこれなんで、正直まあですね、広くはないですね。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。グランドメゾン上町大。じゃあレジデンスタウン。分かんないでしょ。混乱します。混乱するから似てるからね。はい、新しいことですね。はい、レジデンスタウンの方です。はい、まあ正直言っていいですか、狭い狭い。まあいや、なんか53平米あるんですか。53なんで、53だから狭くないんですけど、ちょっと2LDK にしちゃってるから。で、なんだろう、廊下も それなりにあって、なおかつ洗面所、トイレ、玄関がめちゃくちゃゆったりしてる、が広く取りすぎてて、その各室内に全部それが食われちゃって、うん、ちょっと全部全体的に狭いなっていう印象がちょっとありますね。うん、まあ正直ちょっとまあって感じですね。新しいし綺麗だしいいんですけどね。分譲に慣れてる方だと辛くて、賃貸慣れしてる方なら感動してもらえるかなっていう。はい、だからまあまあ賃貸専門で作ってるやつの作りっぽい感じ。僕すると高齢の作りは全然 OK ってことでしょ、うん、いいってことでしょ。そうで、じゃあ、いつもの高齢の家賃が出るという形でいきましょう。はい、情報としては、グランドメゾン、はい、上町台レジデンスタワー、そう、地上30、36階建 6階建ての、はい、今回は4階です。4階ですね、はい、はい、4階分、平米数が、53.02 53.02 平米の 2LDK ですね、はい、一応です。はい、わかりました。地区が、何ヶ月かな何ヶ月ですね、1年経ってないですね。1年経ってないです、6月、11、12、1、2、3、4、5、8ヶ月8ヶ月です、はい、新生児ですね、はい、新生児ですね。まあ、綺麗です。はい、わかりました。それを踏まえて家賃、強込みで、はい、行きたいと思います。はい。19は、安すぎか。安すぎます。ああ、すいません。すいませんでした。19は安い。20ですね、さすがにね。はい。もうちょいありますね。ああ、じゃあ22。正解ましょうか。はい。21.5 です。ああ、21万5千円だそうです。はい。なるほど、強込みでね。あーと、RGR タワーの14階か15階か忘れましたけど、あれっていくらでしたっけ。あれもう安くないですか。ここに出してきますけど、その前のその RGR タワーの、まあ動画もこの辺に貼っときますけど、うん、見てください。こっち、やっぱ高いと思うわ、ぶっちゃけ。まあまあ別に高くないのかな、わかんない。RGR タワーの方が、俺は僕がどっち住むかって言われたら、その、予算とその50平米台ぐらいで、まあ、あっちは 1L ですけど、広さが50平米ぐらいで、探してたりとかしたらどうしますかって言われたら、まあどうしても 2LDK 欲しいって言うんだったらこっちですけど、別に 1L でいいやっていう感じだったら あっちで。まあ純粋な住み心地とか部屋の広がり考えたらそれはここではないとかだったんですね。ね、うん、そうですね。だからまあ別に決して悪くないし、別にあれですけど、うん、まあ僕のまあ本当に思ってたのはそうです。はい、そんな感じです。で、まあなんで、だから一応また最後にね、岩本さんのプロの視点という感じで、もうなんか、あれ出しますか？岩本さんのプロの視点。シャッラララーみたいな。はい、出します。はい、出します。そうか、すいません。はい、で、どうですか？ここの物件を純粋に言うと、うん、他の物件もこれはちょっと紹介しなきゃダメかなって思います。これ一点張りで進めるかって言われたら多分進めないと思います。なるほどね、うん、他もまあやっぱり当然見せるっていう感じ。見せますね。だからありますもんね。だってね、予算と要はまあ基本的な決め手って、うん、まあ、当然ここの物件がいいっていうのもあるんだけども、うん、割安だと。ああ、なるほど。別に家賃なんていくらでも来て、はいはい、いくらでもいいっていうのは、決めていただける家賃
うん、がちゃんとその相場に合ってて、うん、割安で魅力的に感じてくれたら決めていただけるわけですから、なるほど。だその家賃がその感情を見て感じてもらった感情が合ってるかどうかが全てなので、なるほど。これを見て喜んでいただけるお客様だったらいいんですけど、単純にスペックだけだったら他も見せなきゃなって、ああ思っちゃいますね。ああなるほどね。うん、ああ確かにそうかもしれないです。いろんなお客様がいて、フォークであったり、うん、ご主人の仕事もするものであったり、うん、2人でここにしなきゃいけない理由があったりっていうケースもいろいろあるんだけども、はい、まず来るのはスペック、安さ、あとは気持ちです。ああ気持ちね。うん、気持ちはお金に換えられるので、まあそうですね。うん、そこはね、そうそうそう、関係ないですよね。だから単純にだから気持ちに行き着くまでに必要なことは、うん、そのいろんな物件を見て、うん、あかんって思うんですけども、そのあかんって思うっていうのは決して無駄ではないので、なるほど。これも見たけどダメだったよっていうそういうくだりが欲しいので、どんどん恐れずにたくさんちゃんといい物件を悩んで選びたいだったら妥協せずいろいろ見て決める気持ちを。持って判断してください。私たちは決めたくて接客してる場合も当然ありますから、うん、私たちも言ってることは 100% 正しいとは限りませんので、うんうんうん、何が正しいか業者さんもね、そうそうそう、うん、まあ、そこはしっかり、なるほど、はい、ありがとうございます。お世話になりました。はい、このチャンネルはこのように賃貸のタワーマンションの内覧内移転に行って家賃を当てたり新築の分譲タワーマンションを紹介しているチャンネルです。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、うん、そんな感じで以上という形になります。次回という形でさようなら。